厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。アレイジュ、ロシア軍ウクライナ市民を。ロシア軍マリウポリで拉致したウクライナ市民6000人を。シベリア、サハリンへアレイジュ、2年間出国あれに。激しい戦闘が続くウクライナ南東部のマリウポリでロシア軍により住民およそ6000人がアレイジュさせられているとウクライナ側が非難しています。ウクライナ外務省によりますと、南東部のマリウポリに住むおよそ1万5000人がロシア側からアレイジュの対象とされ、パスポートなど身分証明書を没収された上で、少なくとも6000人が実際に移住させられたと主張しています。またウクライナ国防省によりますと、市民らは移住先としてロシア極東のサハリンなどを提示されているということです。移住させられた市民には職業を斡旋する機関から仕事を紹介されますが、2年間ロシアからの出国を禁止されるということです。ウクライナ国防省は、民間人のアレイジュは重大な国際法違反だとしてロシアを批判しています。以上、ネットの情報。以下、日本国内ネットの声。サハリンとかさすがにないやろ、そこまでアレアレなのか、スターリンがやってることを真似してるだけ、ロシア人はみんな同じ、もしもロシアが勝ったらウクライナ人は僻地でアレ的に働かされるんだろうね。戦後満州で戦ってた日本軍人がシベリアに抑留された歴史が繰り返されるのか、橋本やテリー伊藤がどんな言い訳をするのか楽しみ。今回の件は敵の協力者と敗北主義者をあぶり出してくれたな。攻めてこられたら降伏すればいいとかほざいてる。左の皆さんはここのところを勉強した方がいいね。あれされたら国を渡せばいいとか降伏すればいいとか言ってるやつらは、この記事を見て許されないこと、あってはならないこととか言って逃げるだろうね。許されないことをするやつらだから陰略なんかするんだし、そういうやつらにどう対抗しますかって議論をしてるのに、橋本理論だとロシアがあれしてきた時点で逃げないといけなかったんだな。攻め込まれたら真っ先にロシア国籍を取得して荒れ地で日本人を迫害しそう。内通者が統治に参加させてもらえると思ってるのが草。中国とロシアでは真っ先に裏切り者を消すらしい。あそこでも内通者を一番最初に消した。証拠が後から出てきたら工作がだれてしまうからだよ。橋本、伊藤、鈴木各工作員のコメント聞きたいわ。ソ連は北方四島を分取った後、ウクライナ人をアレ的に入植させてるから、サハリン含めてウクライナ系住民が多いんだよね。そういえばクルーズ船でサハリンのコルサコフに行ったことあるが、すごい田舎町なのに白人美女がたくさんいたな。2年間出国割れって完全に強制連行に、それ一直線じゃん。自由がなければ保護とは言わず監禁ですよ。2年間生きていられたらなって意味だよ。ヨーロッパ、ロシア、モスクワやサンクトペテルブルクあたりに難民や捕虜を住まわせる場所はない。暮らしやすい地域はロシア人のためのものだからな。ちょうどいいところにかそってて開拓したいシベリアや北方領土があるな。アレイジュでそれだってことだよ。あれでもしてる人たちも同じようにシベリアに送られちゃうんだろうな。平時は過疎地域にアレイジュさせて開拓のためのそれ、有事は身内を人質にして特戦隊をつけて最前線を送り、ロシアに降伏した国の未来は昔から変わってない。ウクライナ人のアレイジュは帝政ロシア時代にもソ連時代にもやっている。アレイジュで追い出した後でロシア人を移住させてきた。ウクライナ国内にロシア人が多い。進路地域があるのはそのため。降伏、
かなりの確率でアレイ獣。侵略されても死なないためって、カラフトアレイ獣なんてことを許したら、財産だけじゃなくて、国ごと奪われてしまうよ。そんな横暴を許したら、自由な平和なんか、どこにも存在しなくなってしまう。ウクライナの半分は、ロシアに取られてしまう。しかも、東側の経済的に発展している地域を、ごっそりだ。どのみち民族消化で、何の手立てもなく国を失って、民族が消失するくらいなら、命がけで戦おうと思うのは当たり前。あそこもあのも、町は全部漢民族に乗っ取られて、地元の人は追い出されてあれになる。それを漢民族は蔑んであれにする。あいつらはあれだと。沖縄も中国のあれになりたいなら、あれになる練習でも今からしておくんだな。カラフトってもともとロシア帝国時代からの流刑地。下道すぎる。ウクライナがロシアに降参したら、こんなあれにされるということ。さらには出兵させられるにゃで。降伏すればいいとか言ってるやつは、どうしてる？前線に出されて、背後に特戦隊つけられて、逃げたら後ろから撃たれるんだよな。ホモじゃなくてそれやん。しかもカラフト。日本に喧嘩売って一石二鳥でか。プーチン。サハリンで、一生マトリョーシカ人形、作らされるのか、かわいそうに。男は、炭鉱送りだな。農地はないし、使えるのは、それくらい。若い女は、中国にあられそう。首に、あれつけて。何で日本付近に、問題持ち込んでくんだよ。マジで次は日本攻めるんじゃないの。アメリカもヨーロッパも、北方四島はおろか。サハリンにおけるロシアの主権を認めていないからな。アレイ獣で実効支配を強化したいんだろ。これ日本侵略の時に最前線に送られるやつだ。ロシアの支配受けたらどうなるか完全に見えたな。ウクライナが戦うのは大正解。というかこれ、ウクライナ側の妄想、捏造記事だぞ。ちゃんと、ウクライナ外務省によりますと、って書いてあるぞ。本当にみんな騙されやすいな。もちろんその可能性もあるけど、ロシアが即座に否定しないのはこれが事実であるか。ロシアもこの報道を利用してる。もしくはロシア側が仕掛けた可能性もあるよ。このパターンは情報戦の一環だと思わせることが、すでに情報戦だから簡単ではないね。ロシアの荒れさ加減がよくわかる。一時的にしろ優遇すればいいものを、これじゃウクライナ人は絶対降伏しなくなる。ロシアに知恵も余裕もないのだろうが、結果ロシア軍の威勢が増えるだけ。以上、日本国内ネットの声。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は、YouTube からブロックされますので、ご注意ください。最後に、チャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿した時、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。